皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは価格はお客様が決めてくださいというテーマでお届けいたします。世の中には素晴らしいこの仕組みをね考える人がいます。例えば経済的な弱者とか貧困層を救おうというようなね仕組みです。政府が考えるようなですね、大規模なものではなく民間企業での取り組みの話です。あくまでも私の知る範囲なんですけども、このような仕組みはヨーロッパに多いような気がします。ずいぶん前にもですねこの動画ブログでご紹介したかもしれませんが、イタリアのナポリが発祥の地であるですね先払いコーヒーなるものがあります。この先払いコーヒーとはカフェソスベーゾというんですね。バールなどで金銭的にゆとりのあるお客様が1杯のコーヒーを注文しますが、2杯分のコーヒー代金を支払うという、お金を払って飲んでないコーヒーは金銭的に貧しい人が飲むことができるわけです。バールのマスターにですね、カフェソスベーゾはありますかと尋ねて、あると答えればその人は無料でコーヒーを飲むことができます。これが先払いコーヒーの仕組みです。なかなかよくできているんですが、発祥の地ナポリではこの風習が消えつつあるそうです。ところが EU 加盟国で最も貧しいと言われているブルガリアでカフェソスペーゾが広がりを見せているという話なんですね。このカフェソスペーゾに参加するカフェは150店舗以上に上って、カフェ以外にもですね、ファーストフード店とか食料品店も参加表明して、パンとかお菓子などの先払いを呼びかけたそうです。このような仕組みですが、日本ではなかなか見ることがありません。一気に多額のお金が動くというわけではありませんので、住民一人一人の草の根運動といったところです。私はこのような活動が生まれるという文化が素晴らしいと思っています。一見これは商売ではなくボランティア活動なんですが、地域に根ざしている会社とかお店は住民というお客様がいて初めて商売が成り立ちます。ですから住民が少しでも豊かになるための活動はやるべきだと思っています。さて今日の本物の商売を目指すポイントです。さて今度はアメリカの話になりますね。詳しくはですね、客が支払い料金を求める、パネラケアズカフェというですね、これ、ホームページがあるんですね。そこからちょっとね、そこに詳しいことが書いてあります。ですから、ブログの方にリンクが貼ってありますので、ぜひブログもご覧になっていただけると詳しいことがわかります。ではそちらの記事をですね、ちょっとかいつまんで説明したいと思います。これは昨年の夏のデータなんですが、アメリカでは1800万世帯が食べるのに困っているそうです。一概に1800万世帯と言ってもイメージできないかもしれませんが、アメリカの実に7分の1の世帯に当たるわけです。つまり7世帯に1世帯は食べるのに困っている。このような食料不足の問題は2008年から悪化する一方だということなんです。日本では考えられないことなんですけども、アメリカではこのような状況になっています。このような状況に対して立ち上がった企業があります。それは北アメリカに1600店ものカフェを展開するパネラブレッドというね、チェーン店です。パネラブレッドは美味しいパンを食べることのできるコーヒーチェーン店なんですね。日本のコーヒーチェーン店ではちょっとありそうでないコンセプトです。さて、パネラブレッドは年間 1.6 億ドルもの多額の寄付をするほど意識の高い会社なんです。しかしですね、これでは物足りないと非営利団体を設立して、パネラケアーズという店をオープンさせました。パネラケアーズは現在5店舗ありますが、パネラブレッドと同じメニューを取り扱っています。ただ一つ違うことがあります。それはお客様が払える分だけ料金を支払うということなんですね。つまり価格はお客様が決めるということです。払えなければ払わなくてもいいということなんです。
そしてお客様の心理を考えた素晴らしい工夫があります。実はパネラーケアーズにはレジがありません。理由はレジが置いてあると払えなければ払わなくてもいいと言いながらも払ってくれとお客様に無言の圧力をかけることになるからなんですね。その代わりに募金箱が置いてあります。ここがパネラーケアーズの哲学なんですね。貧しい住民の胃袋を満たすと同時に心も豊かにするということなんですね。私はここで大きな疑問が湧きました。パネラーケアーズを利用するお客様、一体いくら払っていくのだろうという疑問ですね。店内には一応目安となる価格を提示してあります。ちょっと皆さんも考えてみてください。答えは2割のお客様が目安の価格よりも高く払います。そして6割のお客様が目安の価格を払います。で、残りの2割のお客様が目安の価格より少なく払うか全く払わないんだそうです。2対6対2というね、262の法則がありますが、ぴったりとこれに当てはまるんですね。262の法則とは、組織や集団において優秀な人が2割、普通の人が6割、そしてパッとしない人が2割になると言われています。不思議なことに優秀な人が2割いなくなるとどうなるかといえば、普通の人の中から優秀な人が現れて結局262になるんですね。またパッとしない人2割がいなくなると、普通の人の中からパッとしない人が現れて同じく262になります。弊社のクライアントでも社員が突然辞める場合があります。例えば営業マンが6人いました。この中で一番パッとしない人が辞めました。しばらくするとその代わりといっては何なんですが、普通の人の中から1人がパッとしない人になりました。私は何回かこのような経験をしましたが、人間の心理とは非常に不思議なもので、過不足があると頑張ろうと思う人と怠けようとする人が出てくるということですね。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。